福山雅治は大泉洋に放った一言。ひようちゃん。スター稼業も悪くないでしょはい、吉宗です、えー、今日はね,ねニューロ光の、ね、サポートが最悪ということなんだけど、最悪っていうのかロボットとロボットなのかな？ニューロ光のサポートって。 っていうのはね、えーっと、スマートライフっていうオプションがあるんだよね。で、これは、えーっと最,ま、最初はね、あの、加入した時しか入れなかった、えー、オプションなんだけど、今、この加入中の人でも入れるようになったオプションなんだよね。で、このスマートライフっていうのは大きく3つだね、サービスとして。まず1つは、えー、ソニー製の ONU が届く、うん。で、2つ目。 えー、キュリオロックっていうねあの、まあ、鍵玄関の鍵のところに機械をつけてねでその応援の用途を接続することによって、えー、外出先から鍵を開け閉めできるそれから最後は、えー、っとセコムだったかなあの警備会社あるでしょあそこのサービスを利用できる、まあ、有料にはなるけどねっていうオプションですうん。 まずまあ一番これの一番のあれは「o 援の言がソニー製」っていうことね、まあ、安心できるっていうことかなうんなんだけどえー、棒が申し込んだのがね5月の6日えー、とマイページからね「進、あ、む、のー、マートライフ」ってお申し込みって押せばいいんだけどさでまあ金曜日だったんでまあ土日を発送しないだろうなと思ってえっ、ー、と9時11時12木曜日まで。 待ちました。で来ない。うん、で、えー、ソニーのねカスタマーセンターの方に電話しましたうんそしたら料金はもう発生していると料金っていうのは、えー、このスマートライフに限ってまず、まあ、登録手数料だよね5500円と、えー、月額の料金が550円かかるんですけど、まあ、これがもう発生しちゃってると、うん、なおかつ、えー、ONU の発送履歴がないと いうことだったねで、まあ、話を聞くとその、まあ、通常はその ONU がボブンこコにね到着してから、えー、初めて5,500円と550円が発生するっていうことなんだけどもう申し込んだ時点で発生しちゃってるみたいなんだよねその料金が今月のあのー、料金にね。うん ということで、これはおかしいということで、えーまあ、上にね、あげますという話だったんだよね。うん、で、えーまあ、それからね、まあ、1週間だね、今日18日なんで、まあ、1週間経ちました。うん、その問題、そのソニーでの問題が発生してから。で、2回ぐらい問い合わせしました。でも、えーまあ、担当部署からの回答を待ってくれと。 メールを待てと言わねメールを待てしか言わない、うん、だからどこで何がどうなっているっていうのはさっぱりわからない僕は、うん、で1週間、えー、投げられてるというわけで何の回答も来てないってことなんですよねうんで例えばこれがもう料金発生してってるわけだよね僕の来月請求来ループのねで、まあ、これは今月サービスがされないで 料金だけ請求来たら、これは詐欺だよね。なんでサービスもしないでさ、金だけ取るんだもん。ということでね、まあじゃあ僕はなんでそのソニー製の NU を求めたかっていうところなんだけど、今使ってるこの F660P っていう、まあ ZLT っていう会社なのかな、うん。基本的にあのソニー、えっ、ー、とニューロはファーウェイか ZLT のに 2, 2つの会社からしか、 えー、ONU を調達していない。まあ、どっちも中国の会社になるのかな。ということで、えー、っとね、この ONU が、あの、パソコンとかとね、まあ、スマホもそうなんだけど、あの、Wi-Fi のマークあるでしょ、こう扇型の。あれが途切れちゃうんだよ、使ってる最中に。<スタッ> Wi-Fi が。で、まあ、それはい、べ、別でね、あの、 カスタマーセンターの方に電話したんだけどそのカスタマーセンターの人もその知識がないのかのの IPv4 と IPv6 があって IPv4 に固定しろとか、えー、IPv6 をまあチェック外せとかっていう話をしてきたんだけどねあの。その時に僕が返した言葉は「わざわざ遅い方に固定するんですか?」という話をしたら「いや向こうはそうじゃない」っていう回答だったんだけど。 基本、根本的にその IPV4 とか IPV6 っていうのは通信方式の話であって ONU までの、そのね、ソニーからのあれでしょ通信方式の話でしょ僕が言ってるのは Wi-Fi が切れるっていうことを言ってるんだから。ね。だから、その ONU とパソコンなりスマートフォンの 接続がうまくいってないわけよ w i ァ f i の接続がうんだからこれはその通信方式に関係は全くないっていうことだねうんでえー、っと、まあ、この人わからないなと思ってあそうですかっつって切ったんだけど、まあ、そういうこともあってあの、まあ、ソニー製の ONU の方が信頼あるかなと思ってスマートライフを申し込みました月550円かかってもねうん っていうことでね、まあ、とにかくね、その Wi-Fi がね、途切れちゃうと、まあ、パソコンなんかだと、要は使っているうちにいきなりそのページが表示できませんみたいな暗いう画面になっちゃうわけよ。それもすごい困るよね。うんまあ、ここからはその入路を検討している人の話になるんだけど、えー、っとそのトラフィック。 うん、要はその通信速度やたらと落ちますこの札幌の僕の住んでる界わいでは、うん、やっぱりその平日の、えー、夜8時9時とかね、まあ、土日とかなるとこサービスは2ギガですからねそれが18メガぐらいまで落ちますだから、うん、例えばそのヤフーなんかのニュースで動画のニュースあるでしょ あれもくる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 回って読み込まなくなっちゃったりする状態になる。でこれは決して壊れてるわけじゃなくてあの例えば夜中の時間帯とか人が使ってない時間帯に速度を測ると800メガ900メガっていうスピードが出てるからこれは、えー、機械の故障ではない。うん、要はそ,のそんだけ使ってる人が多くてスピードが落ちてるってこと。うん これは、その、ニューロ側でね、その設備の増強をしなければ、えー、解決しない問題ですね。なんでこれは早急にしてもらいたいとこなんだけど、極端な話、僕も前ソフトバンク引っかり使ってて、こんなことなかったですからね。混んでる時間帯でもう200は出てましたよ。うん。混んでなければ400、500は出てたけど、混んでて200。 うん、100まで落ちることはなかったな、うん、だからこの2ギガと18のこの差、うん、これはもう設備の増強をニューロさんがしてくれないと、えー、解決しない問題ですねでこのニューロ光っていうのは、まあ、月額5,200円ということで、えー、まあ安いんですよ他のそのドコモ光とか、うん、ソフトバンク光とかよりもだけど この口座引き落として数量っていうものは200何十円かかるんですよね。うん、だから結局5,200円のサービスだけど、えー、5,400万、まあ、5500円かかるぐらいかかるということで大したお得感はない。なおかつスピードが遅い。人が使ってる時間はだよ。だからその誰にでも勧められるサービスではないし。 まあそこ,これはねその地区によってその設備が貧弱なところともうちゃんと増強されてるところっていうのはあると思うんだけど棒が使ってるところは貧弱これどうしましょうって話だよねオプションもね金だけ取ってサービスしないできないっていう状態が今続いてるからねちょっと問題ありかな会社にねソニーネットワークコミュニケーションズっていう会社に えー、不審感をを抱かざるを得ないいっっててう状態にな,ってます今なんで、まあ、これであればねこんなことになるんであれば多少高くてもどこも光とかソフトバンク光にしとけばよかったかなってちらっと思いますね、はい、もうこんだけこんなふうになっ,ちゃえばなっちゃったらね、まあ、ちょっと困ってますその w i f i がいなくなるっていうのがねカスタマーセンターに電話したっていうの呼んでる。 通信 IPv4 とか IPv6 とか言い出すからそういうことじゃないでしょっていう話なんだよね Wi-Fi が途切れるっていうのは。ということでね、えー、今現在僕の状況を話しました、まあ、これがね、えー、ソニー製の n u が届いたらまたスピードとかね、えー、測ってね動画出そうと思ってたんですけど届かない。<laughs> 届かないし、料金を発生しちゃってるし、みたいなね、もうどうなってんですか、ソニーさんみたいな感じです、今。うん、まあ、ね、どうせまたこれでね、カスタマーセンターにどうなってんですかって聞いたところで、担当部署からの回答を待ってくださいしか言わないから、うん、もうめんどくさくなってきたね、うん。このまま待ってみようと思います、どうなるのか。うん その時にまた動画を上げるかもしれないしね。うん。どういう対応してくるっていうのをね。うん。ということでね、今日はね、ねニューロ光の、えー、話をしました。うん。じゃあね、またこれはね、次回の動画で説明したいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。